コナンが追い続ける最大の敵といえば、黒の組織だ。あの、人と愉快な仲間たちのことかしら？ああ、そうとも言うな。そんな黒の組織のボスは、大富豪のカラスマ・レニアだと判明した。しかしカラスマは亡くなったはずの人物。そのため、誰か別人になりすましている可能性があるんだ。誰かに化けているなんて、恐ろしいやつね。今回は、その中でも最有力候補とされる人物を紹介するぜ。大黒連太郎。まずは名前しか登場したことのない謎の人物。大黒連太郎だ。例のあいつね。って誰だったかしら？大黒は単行本28巻そして人魚はいなくなったの回で、名簿に名前が書いてあった人物。バカね。名前が書いてあるだけなんて、何の根拠にもならないわ。お前の言う通り、名前だけで黒幕と呼ぶのは無理がある。でも、いくつか怪しい伏線も登場しているぜ。まずはこの回でコナンたちがやってきた島についてだ。この島には不老不死の伝説があった。不老不死って、なんか怪しい匂いがするわね。だろ？実際、黒の組織は島の調査に来たことが判明していて、灰原愛の本名である宮野志保。さらには、神刀ウォッカの本名とされる、黒沢神刀小塚三郎の名前も書いてあったぜ。ちょっと待って。神刀ウォッカって、日本人だったの？そのようだな。二人が違和感のありすぎる本名で訪れていた通り、組織が調査に来ていたことは確実。そのため、同じく名簿に載っていた大黒は、かなり怪しいとされるんだ。組織が調査していたのは本当のようだけど、名簿には他にもいろんな名前が載っているはずよ。お前、なかなか鋭いな。確かに名簿にはたくさんの名前が載っていた。だが、大黒の名前を見た時の、平次の一言に注目してほしい。平次は大黒の名前が載っているページを見て、元外務大臣に官房長官に日銀の総裁、昔日本を動かし取ったお偉いさんが行さん名前連ねてんでー、と言った。平次の発言から、大黒は日本を牛耳るかなりの大物であることが確実なんだ。ボスが大物なら恐ろしいわね。最後に紹介するのは、組織が取引をしていた場所との一致だ。かつて登場し、一瞬でこの世を去った、テキーラというメンバーがいた。このテキーラが取引場所に指定していた場所が、大黒ビル。さらにはこの大黒ビルの最上階にあるカクテルという場所だったんだ。そのまま名前が入っているじゃない。しかも、カクテルって名前のお店なんて、組織の匂いがプンプンするわ。だろ？他にも大きい黒って文字は、カラスも連想させる。このようなことから、名前しか登場していないのにもかかわらず、黒幕の有力候補となっているんだ。黒羽統一。初代怪盗キッドであり、現在のキッドの父親にあたるのが、黒羽統一だ。父親ってことは、キッドのように頭もキレキレだったのかしら？キッドどころじゃないぞ。作中で一番の推理力を誇る、工藤優作と同じレベルの推理力を持っていたんだ。優作と一緒だなんて。そんな奴がボスだったら、強敵すぎるわね。部下がポンコツな奴らばかりだから、ボスくらいは強敵であってほしいぜ。そんな黒羽統一が黒幕だと疑われているのは、組織の名前につながりそうなことだ。組織の名前って、スパイ養成学校じゃなかったかしら？全然違うと言いたいところだが、ある意味当たっている可能性もあるぜ。というのも、組織の正式名称はまだ明かされていなくて、組織の名前がわかると、黒幕もわかってしまうとされているんだ。組織の名前が明かされていないなんて、びっくりだわ。そんな中、組織の名前として有力視されているのが、クローバーだ。カラスを意味するクロウ。さらにはお酒にちなんだコードネームをつけることから、お酒が集まるお店、つまりバーを組み合わせることで、このクローバーが浮かび上がる。すごいわ。あなた天才ね。まあな。そしてもしこのクローバーが組織の正式名称だとしたら、名字がそっくりな黒羽統一が浮かび上がるんだ。素晴らしい説ね。でも、黒羽統一なんて全然見たことがないけど、何をしている人なのかしら。もともと黒羽は、マジックカイトのキャラクターだ。コナン作中にも登場したことがあるが、一度亡くなったとされていた。ところが最近になって、実は生きていることが判明したんだ。実は生きていたって、かなり怪しいわね。そうなんだ。さらには、黒羽は変装の達人でもある。怪盗キッドはもちろん、黒の組織が誇る変装の達人、ベルモットの師匠でもあるんだぜ。ベルモットの師匠だなんて、変装の天才に違いないわ。しかもベルモットと知り合いってことは、かなり怪しいわね。だろ？変装すれば老人に化けてカラスマを演じることもできるし、ベルモットと知り合ったのは、組織のボスだからって可能性もある。これが、黒羽統一が怪しまれる理由なんだ。
工藤優作。最後に紹介するのは、名探偵コナンの登場人物で一番頭がいいとされる人物、工藤優作だ。あなた、何を言っているの？コナンの父親が黒幕なわけないに決まっているわ。普通に考えたらそう思うだろう。ところが、意外にも優作が黒幕だと思われる根拠はたくさん存在しているぜ。まずは、優作と灰原の関係性だ。新一の母親であるユキコは灰原に会ったことがあるが、優作は会ったことがない。それが、どうしたっていうの？実は、作者の青山先生は以前こんな発言をしていたことがある。青山先生は雑誌の担当者が変わるたびに、黒幕の正体を共有しているんだ。その理由は、例えば灰原と黒幕が会っていても、灰原センサーが発動しないなどといった、ボンミスを防ぐためだとしている。ってことは、まだ灰原が会っていない人が、黒幕ってことになるわね。その通りだぜ。次は、灰原が語っていた意味深な発言だ。灰原は以前、コナンを見つめながら、あなたは夢にも思っていないでしょうね。我々組織が半世紀も前から進めていた極秘プロジェクトに深く関わってしまっているなんて。と言っていた。これはつまり、コナンが生まれる前から組織の研究が行われていたことを意味するぜ。となると、父親の代から何かしらの研究をしていてもおかしくないんだ。半世紀前ってのは、確かに妙な感じね。また、優作は年齢が明かされていない。そのことも、実はかなりの高齢で、若返っているのではないかとする説もあるぜ。最後に紹介するのは、組織の正式名称だ。組織の名前って、さっきのクローバーじゃないの？クローバーから黒羽統一につながるのも一つの説だ。だが、優作にも考えられる名前があるぜ。それはナイトバロンだ。ナイトバロン？一体何のことかしら？ナイトバロンとは、優作が執筆する小説のタイトルだ。それと同時に、黒の組織が使っていたコンピューターウイルスの名前でもある。すごいわ。小説の名前とコンピューターウイルスの名前が全く同じなのね。驚くのはそれだけじゃないぞ。バロンって名前のお酒がある。しかもバロンってお酒は、ジントベルモットが使われるんだ。ジントベルモットって、黒の組織が誇る悪人コンビじゃない。そうなんだ。これが、優作の黒幕説の全容だ。すごい説だわ。でも、優作が黒幕なら、どうしてコナンを幼児化させたのかしら？お前、なかなか鋭いな。コナンを幼児化させたのはジンのボンミスや、ボスである優作が、自分の子供を実験台として使ったとする説などもある。ただ、いまいちしっくりくる説はない状況だ。あなた、最後の爪が甘かったわね。優作が黒幕なら、どうしてコナンをひどい目に遭わせたのか。動画を見ている視聴者さんの天才的な推理を期待することにしよう。この動画では、黒幕で最有力とされる3人の候補を紹介したぜ。他にも黒幕と思われる人物がいたら、ぜひコメントで教えてほしいわ。だな。これからも俺たちは、名探偵コナンの謎を解明していく。チャンネル登録もよろしく頼むな。他にも知りたい謎があったら教えてくれ。それではまた、お会いしましょう。